皆様こんにちは。こんにちは。株式会社ソニーチャンネルです。本日はですね、今旅行に行ってきたんですけど、和歌山から始まり、四国、九州で山口県に登って福井で一回帰ってきて長野県ですね行ってまた帰ってきたんですけど、右の上の方はねまだ行ってないんですけど、途中経過でね今まで旅行で使ったお金がいくらになったのか皆さん気になりますか？ならないですかね。なるよね。なるよ。なるよね。なるよ。なんでね、そのここにね全部今旅行分のねここにね領収書があるんで、いくら使ったか今から調べていきたいと思います。お楽しみに。イエーイ。じゃーん。31の白 T でーす。イエーイ。新たに白 T。加わりました。ゲット白 T ゲットサイズはちなみに 4L です。 4L です。ちょっと早送りなんですけどね、ここ全部領収書があるんで、こんだけあるんでね、これね計算しますんで今からね。ちなみに高速代がだいたい多分10万円ぐらいですね。でガソリンを3回入れたんで3万円ぐらいなんで13万円ぐらいこれにプラスって感じですね。じゃあ今から計算していきます。早送りなんであれですけど、なんか喋ることあったら喋ってください。喋っちゃおう。何喋るの？なんか今回白 T 届いたんですけど、なんかね白 T の方が生地がちょっと若干薄く感じるのは気のせいかもしれないけど、薄く感じるかな。そうなの？確かにそうだね。ちょっと薄く感じるよね。なんだろう、染めてないからかな。黒い。染めてない？ああ、染めてない。何染めてない？その色がさ、色分薄いの。でもなんかいいよね。やっぱ大きいサイズ最高。大きめのサイズ最高。あれちなみに師匠は何キロ太ったの？ここ1年で8キロ太りました。ありがとうございます。8キロ太りました。ありがとうございます。8キロやべえだろ。8キロはじゃ女の8キロって結構やばいのよ。男の8キロはさ別に、じゃん。女の8キロって多分だいぶ違うかな。違うね。女の8キロは違うと思う。1年で8キロ増えて、YouTube 始めてからは4キロぐらい太ったかな。なんか言ってたじゃん。誰かコメント来てましたよね。秘書は星になっちゃいましたって。おい誰だ。一度のことぽっちゃりって遠回しに言ったやつ。師匠は太りすぎて私の星になっちゃいました。いいよ、妖精に近づいたりありがとうございます。妖刀になって言ってるんだよ。妖刀星に近づいたかな。星に近づいたよ。もうガリガリが好きなんだ。ふーん。ぽっちゃり専門です。ぽっちゃり専門はまずいだろう。まずいね。でも何が一番いいってやっぱ標準が一番いいんだよね。俺はもう細い子が好きだからさ。ガリガリの方が好きか。そうそう、俺はねもう足めっちだからさ。ガリガリが私は好きです。もううち今の足なんかさ、ソフトボール部ですかっていう足してるんだよね。ソフトボール部じゃないの？違うよ。あれかな、デブかな。デブだよ。デブか。デブだよ。早送りですね。この辺はねちょっといっぱいありすぎるんで。ウーパールーパー。ウーパールーパーは何言ってるの？ですよね。いや、わかる。もういっぱいありすぎて計算が、普段は計算しないですよ。普段はしないです。なぜかというと会計士が全部やってくれるんでだけどまあ一応ね、旅行のね関係でね、いくら使ったかっていうのもね、皆さん気になると思うんで。社長ってさ、うん、ローソン行かなくない？あんまり。ローソン？だってローソンもないじゃん。ああ、なんかファミマかセブンみたいなイメージはある。だってローソンなんかなくないじゃん。あれは行くよ、あれは。ミニストップとか行ったことないな。あるわあるに当たり前じゃんよ。あるに当たり前じゃんよ、こんなの。あるじゃん、普通にあるよ。え、人どこよ、持ってない。え、でもファミリーマート多いかな最近。多い？ファミリーマート？ファミチキ？いや、なんだろう、なんかちょうどいい場所に毎回ファミマがあるだよ。ああ、でも一番好きなコンビニはどこ？うわ、際どいな。一番好きなコンビニ。なんか前はずっとセブン一筋だったんですけど、最近はファミマ好きだね。ローソンかファミマ。そうなの？ローソン好きで。俺はもうどこでもいいよ。うん、まあぶっちゃけね、どこでもいい。あんまミニストップ好きじゃない。なんで？ミニストップいいじゃん。え、なんかたまにまあコンビニ弁当って皆さん食べる時あると思うんですけど、圧倒的までの味をしているっていうか、まあ、私の舌に合わないミニストップ。偉そう。そうなの？その魚介系。別にミニストップが魚介系じゃないでしょ。なんていうのはなんかさ、お寿司とかたまに売ってるじゃん。うん、が圧倒的に私の舌に合わない。まあ、コンビニで買うなんて話なんですけど。料理作るんでしょ？作る。ね。こう見えて晩ご飯いつも。私は作ってません。こう見えてどうにか作ってません。ここで秘書の暴露話タイム。私はいつも別品なんですけど、カフェオレを飲むと出ます。以上。てか皆さん自粛期間何されてますか？コメントに書いてほしいです。自粛期間ね。ね、どういう生活っていうか。家でどういう暇つぶしをしてるっていうか、新しく趣味を始めたとかでもなんか知りたいな。どういうところで活動してるとか、どういうところで活動してるのかね、みんなね、何にもやることないよね。また緊急事態が、まあこれ上がるのがいつかわかんないですけど、また緊急事態伸びたんでね、伸びまくりですね。10月には解除されるといいですよね。そうですね、解除されたらね、10月には解除されるでしょ、さすがに。さすがにされるかな。さすがにされるでしょ。さすがにされないと困るでしょ。困る人がいっぱいいる。でもみんなどこやって生活してるの？だってねえ、本当にまあ家の中にはいると思うんですけど、外出るとしても、本当野外だとは思うんですけど。そうだよね、みんなどうやってる？みんなね、何してる？何してんのかな、ね、どうやってあれするの？まあみんな仕事か、普通の人たちは。まあこう飲食業以外の人たちはみんな仕事か。まあそうだね。まあでも唯一できるよね、YouTube は。ああ、まあ暇つぶしでね、うちらもね、うん、まあ暇つぶしやってるだけなんであれですけど、そうなんですよね、本当に。早くセンスに行きますように、無断転載してください。何点数ある？拡散希望。どんどんみんなが太っていくのを見れるチャンネルですそうだね、どんどん成長過程が見れるチャンネルです。はい、じゃじゃん、出ました。お、出ました、じゃじゃん。これはちょっと実際の値段とはちょっと違うんですよ。なぜか聞いてください。なんで？まあだって俺と専務がちょっといかがわしいお店とかもかなり行ってるじゃん。そこは領収書、そこは領収書切れんの切れないんでそう、いかがわしいお店が結構な値段なんで、はいはい、多分かなりかかってると思うんですけど、今この旅行で本当純粋ですね。まあ旅行っていう形で行ったので出ました。81万9000ちょっとですね。うわー、使ってんなー。まあ10日ぐらいで81万9000円ですけど、まあ実際のとこの倍ぐらいは使ってるんじゃないかな。うん、そういう感じだね。そのなんていうんですか、いろんなのを合わせて、いかがしいの全部交通費とかも全部合わせて。ああ、交通費は別になってますんで、交通費がこれに13万円ぐらいかかるんで、まあ実際のとこは95万ぐらいですか。そうだね。まあ領収そうですね。領収書切れないのを含めるともうちょっとかかりますけど。まあ痛々しいとかね切れないんで、まあその辺のとこはご了承ください。ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。それではチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではみんなバイバーイ。